だと風の噂で聞いた。ふるさとで開いた店はうまくいかなかったのか。電話さえもかけてこない。女の意地で辛さがわかる。冬子昔愛した女。平凡な幸せでいい、それが口癖だった。生き方が下手なお前はどんな夢を見てるのか。誰も知らぬすぐ近くで運の悪さ恨むのだろう。冬子どこにいる、冬子どこにいる、冬子今も気になる。冬子昔愛した。